レザーのやつ歩行は順調に進んでるかなスクロース様お待ちくださいおお <Whoa. Well? S 1> 先輩パイモンさん彼女を止めるのを手伝ってくださいわあびっくりしたお前がやったんだ so, 実はスクロース様と一緒に。 醸造の材料をあなた様に渡す予定だったのですが、レザー様がいらっしゃると聞いた途端、逃げ出してしまったのです。わ、私は知らない人と関わるのが苦手だから、材料を無事に渡せればそれでいいの。そんなのいけませんせっかく二人で頑張ったのですから、一緒に顔を出さないと。スクローズ様の手柄を横取りすることになってしまいます。 手柄とか、そういうのはいいからつまり、oh. 騎士団が用意した材料って生物錬金で作ったものなのかはい甘さ4倍の夕暮れの実です甘さ4倍普通の甘さじゃダメなのか <laughs> それに、どうして夕暮れの実なんだそれを説明するには最初からお話しする必要があります 私はお酒の香りが好きでお酒を作ることについてもある程度勉強と経験を積んできました結論から申し上げますと原材料の甘みはとても重要な要素なのですそこで最適な材料を選出するためにモンド周辺にある甘みを含む植物や果物を全て探し出し一つ一つ試食してリストにまとめました 同じ材料でも、産地ごとに調べています。例えば、ひよいずみ町付近のスイートフラワーは、視界の岬よりも少し甘いんです。うわぁ、かなり大変そうだな問題ありません。騎士団メイドとして、当たり前のことをしたまでです。騎士団を代表して、守護の執念を見つけることができれば、私にとって、 大変栄誉あることですから。ノエルの目が輝いてるでもなんだか、リ,リ,リサさんに騙されてる感じがするな。<Be> quiet, あ、本題に戻りますね。私一人で試食をしていたのですが、それでは主観的になってしまうのではと心配になりました。そこにちょうど研究室から出てきたスクロース様が現れ、 相談をしたのですあっうどうかしましたかスクロース様。スシー急に思い出した私輸入したばかりの実験器具を取りに出かけようとしてたんだったあっ顔色が悪いけどもしかしてその件を忘れてずっと今日まで研究室にこもってたのか,かそそうです すみません。ああ、気にしないで。私にも責任があるから。実験器具は、後でマージョリーさんのところに取りに行くことにする。ノエル、話を続けて。あ、はい。そして、スクローズ様から、私のリストに対する貴重なアドバイスをいただきました。さすがはプロの研究員の方ですね。 褒めなくても大丈夫だからその後ノエルに事の経緯を話してもらったのノエルはそのレザーってこのことを知らないのに真剣に取り組んでた私それに感動したのでも私から見るとそれら材料はどれも完璧じゃなかった私たちに必要なのは糖度が高く 発酵しやすい果物。最終的に、リストの中からシードル湖周辺で採取した夕暮れの実のサンプルをベースとして選び、改良を施したんだ。生物連金を通して、甘みの特性を増幅させ、対象実験を行った。実験が始まった後の、スクローズ様の根気強さには、感服いたしました。もう、 褒めなくていいって言ったのにとにかく五色夕暮れの実会635甘さ4倍版の開発に成功したの糖度は厳しく測定を行い色合いとふくよかさも一流ノエルはそれを簡潔に甘さ4倍の夕暮れの実って呼んでるんだ、oh, sure、まだ大規模な量産を行えないのが残念だけど今回は レザーに協力でできれればそれでいいからどうしたんだよお前旅人さんちょっと話があるんだけど私子供の頃から幸せな生活を送っていて人付き合いが苦手なのに両親には特に何も言われてこなかったの。 もっと明るく振る舞いなさいとか言われたことなんてないし、好きなことをやればいいって言われてきた。私、分かってるんだ。自分が幸運であったことを、レザーがどんな老い立ちなのか知らないし、想像もつかない。勝手に語るのは失礼でしかない。でも、彼が楽しく生活できて、やりたいことをやれるのを、 心から願ってるスクロース様ごめんまた遅くなった師匠時間見るの忘れた気にすんなオイラたちも話してたところだからってなんだか同じことをつい最近も言ったようなあれスクロースがいなくなってるぞ レサー様が入ってきた途端、逃げたのでしょうかこんにちは。私は、セピロス騎士団のメイド、ノエルです。こんにちは。こちらの材料を受け取ってください。ただ、私一人で用意したものではありません。もう一人、錬金術師の方にご協力いただいたのですが、彼女は今、その、 Busy with work. あはい直接彼女からお渡しできないのが残念ですポーション鼻の蜜それと風ぜ象徴みたいな匂い合ってるおやっぱりレザーの嗅覚はごまかせないなこの夕暮れの実今まで嗅いできたものよりも甘い 錬金術、すごい。物をいい方向に変化させる。クレイが言ってた。はい。この甘い夕暮れの実があなたにとって最も甘く最高のお酒になるよう祈っております。Depend what you do.Love. みんな、ありがとう。次、時間がある時に直接お礼を言う。 お任せくださいどうにかして毎日忙しくしすぎないようにと彼女を説得してあなたに紹介してみせますあ俺待ってるさて材料も揃ったし次はいよいよお酒作りだなサコダルは確かエンジェルズシェアの屋台に置いてあるはずだじゃあまたなノエルはいお気 <Okay, bye. S 1> をつけて 全てがうままくくいくよう応援しておりますうっ,っきりキャッツテールの屋台に現れるもんだと思ってたけど今日まで1回も会わなかったな。 ええー。許せにゃい。え、どうしたんだよ。むむむむむ。ムカつくにゃー。二人の仕業だって、クレイちゃんから聞いたにゃ。

クレー一体何を言ったんだようーん。えっとね、クレイ、リオナお姉ちゃんに、レザーはママを探していて、それを栄誉騎士のお姉ちゃんが手伝ってるって言ったの。悲しんでて、お酒が必要だから、リオナお姉ちゃんに助けてもらおうかと思って。 まだ話の途中だったのにリオナお姉ちゃんがクレイちゃんそれ以上言わなくていいにゃ私が絶対に阻止するからって言ってそれで一緒にここまで来たんだけどえっとそそうだったのかどう突っ込めばいいのか。 リオナはかなり勘違いしてるみたいだな。つまりレザーは両親のことを知るためにそのお酒を再現しようとしてるってこと？あ、う、い、ん、私を騙そうとしてないよね。Oh, it, リオナ。But there's no way to put those オーインリオナお姉ちゃんごめんなさいクレイの説明が下手なせいで勘違いさせちゃった怒らないでレザーのお酒をつくるのを手伝ってくれるクレイもお魚をたくさんドッカーンするから一緒にためようドドクもなでなでしていいやああたし 別に怒ってなんかないしクレイちゃんが人助けしようとしてるのは分かったレザーに悪い影響を与えたくないからつい大きな声を出しちゃったにゃレザー自身が飲むわけじゃないならしょうがないちょっとだけ協力してあげるでも先に言っておくけど私が普段扱ってるお酒は 醸造が終わっているものなのいきなり原材料から作れって言われてもどうなるかわからないからやったーディオナお姉ちゃんはいい人だねああ worry, you got this. あ,あなたたち口だけは上手なんだから見ときなさい <on> よし あれを置いておく。場所を探さないと焦らず待つのだ。風が吹き波が立つまで。うん。つまり風が吹くところに置けってことか。風たちの地はどうだ？風が強い。確かにモンドで風といえば、あそこが真っ先に思い。浮かぶなワクワククレイも一緒に行く。 私たしはバカパパの監修しないといけないから遠慮しとくクレイちゃんまた今度一緒に遊ぼうねうん約束だよ奇遇だね君たちも来たんだ原油野郎やろどうしてここに目が覚めたらいい香りが漂っててねその果実の甘い香りをたどったらここに着いたんだ。 ううん、うんこのお酒に使ってる果実とっても甘い匂いがするよねえへへ実は大事なことを思い出したんだ君たちがお酒の入った酒樽を地面に埋める前にもう一つやっておかなきゃいけないことがあってねえまだ何か足りないのレザーボトルに入っていた半分の サウザンドウィンドブリューの匂いを覚えてる少し苦味が混じってたでしょああ、あった。そう。その苦味が結構大事でね。つまり、これのことさ。タンポポの種ダンディライオン種はもちろん知ってるよね。モンド人にとって、風は魂を連れ戻し、記憶を保存しておくことができるもの。タンポポの種は、 その年の最初の風を集めてくる自然の宝石のようなものなんだ。それを逆だるに入れることでその当時の風も保存したことになる。こうやってビシュはその瞬間を記憶し永遠に留めてくれるんだ。つまりサウザンドウィンドブルーは最初のダンディラ用紙なんだよ。おーすごいクレイたちのことが。 お酒に記憶されるんだどうして決まった味がないかというと入れる材料は完全に自由だからだねあうんパパとママのお酒タンポポの種以外よくわからない俺のお酒には友達との感情がたくさん。 パパとママ、やっぱりよくわからない。でも、俺にはみんながいる。みんな、頑張ってる。ファルカ、師匠、クレイ、ベネット、茶色の猫おじさん、冷たいお姉さん、笑うふりをする大人の人。 グレーの硬そうな女の子。風象徴の匂いの人。猫おじさんの娘。緑の詩人。パイモン。旅人。みんな、覚えてる。お酒作るの、難しい。みんながいなければ、このお酒は作れない。 みんなと一緒に立ち向かう困難は、困難じゃない。俺、嬉しい。うん。ありがとう。友達も、ルピカ未来は、みんな一緒。俺が人間でも、狼でも、そんなこと関係ない。大きくなったら、 また一緒にこの酒樽を開けに来るうんいいことを言ったね銀遊詩人の僕が聞いても文句のつけようがない言葉ださあ残るは酒樽を埋めて熟成するのを待つだけだよようやく終わったなおいらお祝いしたい気分になってきたぞ確か 明日はブリーズデイ当日だったよなうわあ、風神様が帰ってくるね <laughs> そういえばそうだったねまだ火曜を全部覚えきれていないから僕は戻って這い上げの儀の準備をするよじゃあみんなまた明日今夜はぐっすりと寝て明日の朝爽やかな風の音に耳を澄ますんだ 最高の銀遊詩人の姿を見に来てねすごい人だかりだみんな風神を迎えに来たんだなあれなんかエンジェルズシェアの屋台に人が集まってるぞ無流祭で売られる最高品質のお酒は這い上げの儀で風神様にお飲みいただいてから販売するのが通例なのだから みんんな並んでいるのよまったくあいつらにとって風神を迎えるのは形だけのことなんだなリサさんはレザーに会いに来たのかええ少し不安だったけどさっきレザーと話してお酒作りの旅はうまくいったと聞いたわ今日は安心して一杯飲めるよねうわリサさんまで。 <laughs> レザーたちはもうあっちにいるから早く行ってらっしゃいお、来たなうわ、この大量のボトルどうしたんだよ事情を知らなかったらてっきりお酒を売る屋台でもやってるのかと思ったぞ <laughs> 全部レザーのために用意したんだ 今日はみんなが風神様を迎えてお酒を飲んでもらうひだってママが言ってた風神様に喜んでもらえたら風になってみんなを祝福してくれるんだよねクレイたち風神様を喜ばせてレザーを助けてもらうんだ栄い騎士のお姉ちゃん見て見てこれ アルベドお兄ちゃんが貸してくれたのこのボトルは親父たちから集めたんだ途中で割らずに済んでよかったよ一応見栄えを良くするためだけのものだから終わったら返す必要があるんだけどなママが言ってた風神様はお酒にとっても強くてその気になればシードルクを一気に飲み干せるんだってこれとは リザーのパパとママが残したお酒で足りるかなあ緑の詩人古本やあみんなこの場所に立つことができて僕はとても光栄に思うよ今日はセピロス騎士団の代理団長ジンさんに招かれ歌謡を披露することになった「サウザンドウィンドブリュー」をね僕の最高の歌謡を。 風とここにいるみんなに捧げようこれらを樽に封印し焦らず待つのだ風が吹き波が立つまで美酒のボトルをまずロうで封じ南風は心地よく北風はたける美酒はどんな味かモンドの名自由の夢何を発酵させ 美酒となったのか。探求する勇気。優しさに満ちた慈愛。守護の執念はありし日のまま。歌いを掲げる旋風と共に。酸味ある雫は甘くなり、粗雑な樽は潤わん。焦らず待つのだ。風が吹き、波が立つまで。酒樽には何がある 黄金色の小麦と生い茂る緑樽から注ぎし美酒そこに何が漂う風鈴の音色とバン古の長空我々は美酒を手に歌う焦らず待つのだ風が吹き波が立つまで旋風が運びし趣向とは ライヤーにまつわる物語と今宵の美しき夢友よ共に杯を掲げよう風神に感謝を風神に感謝をでも風が吹いてないくれ悲しむな。 レーザー、どうしてなの風神様が帰ってこないのはクレイたちが用意したお酒が気に入らないかな I don't think so そんなことないぞクレイは知らないかもしれないけど風神様は風以外のものにも変身できるんだきっと今年は別の何かに変身して帰ってきたんだと思うえ本当に もしかしてボンボンになったのかなおいよしボンボンだな聞こえたかふうじザー人様から何か祝福はもらえたああお前たちと一緒にたくさん語れたたくさん学べたこれでもう怖くない これが祝福だ将来大人になってお前のお酒が出来上がったら俺にも飲ませろよ約束だ、まああみんなと分かち合ってみんなと思い出を振り返るうん決まりだねでもクレンのどかいちゃった話してばっかじゃなくて 何か飲みに行こうぜそういえばエンジェルズシアの屋台で売ってる新商品バケーションサイダーがうまいらしいぞ飲みたい飲みたいああみんなで行こうおおン <laughs> 潰して骨折したところに当てろ小娘しっかり生きろよ 息子お前はいつだって私の誇りだこれほど時間をかけたのにまだ熟成しないとはいっそ将来息子に開けてもらうかレザーって名前はどうかしら冒険者らしいいいなだそれにしようレザーどんなの Hit the cutscene. I really love it. So, okay, guys, so I have finished all the things I have. The bestie fever is one point one hundred eighty already. So I've further to do I got Here in the Refinement Rank 5 already But I won't be upgraded For a moment It needs to be more characters If I Coming full arm Just in case Anyways So let's see Spear's Combat Tests, Ambush and Entrance are finished and then the Potion Capture and Uproot on the targets on the bar is finished and then the Charity Bonds, Secure Bonds are secured Charity 40k up to 80k already then start to Charity Alliance 300k to 1M already is secured And so, back on Blessings is collected already Each and everyone to uh, customizing the shop colors

I'm going to celebrate ben with Bentin here in the Storm Terror Domains. Well, I like rather than O'Balatin Bruce and the Windbloom Invitational. Well, which are the best on the event here in Mondstadt? Is it the Windbloom and. And the Bruce so let me know check down in the below guys so be, guys. I about to end next Friday the next is banner second phases Nilo and I'll be the second rerun but I need to save it for now for これが旅人さんの普段の暮らしですか <laughs> またあなたに少し近づけた気がします。<noise> Nilo!Lostly or deadbolt are done!And t h e n i w one chance with that lost pity to stand it better!I get Tinari!Breeze Brew さんへ <noise> よ<声>うこそ